ごさん。今回、ネットビジネスで成功できない人にしましょうか。ネットビジネスで成功できない人。これはシンプルに、無料を続けないってことですね。無料を続けないっていう。うん。あの、まあもちろんね、えー、無料じゃない部分もあったりします。それは何かっていうと、えー、まあブログをワードプレスでやる場合は、 ドメインとかサーバー代ちょっとかかりますんで。とは言っても年間、まあ、ああまあガチでやってる人はね、サーバー何個も借りてとか、ドメイン何千個あったりとかするんで、まあちょっとね、えー、まあそうは言っても年間いくらだ ?100 万かかんないですよね。サーバー、サーバー10個借りても1万でしょで、年間12万。で、ドメインを100個取っても、 年間2万ぐらいんうん、?1 年でド,ドメインって1年で千3 0 0円400円ですから、うん、じゃあ店舗やるっつったらね店舗やるっつったら年間の渋谷で店舗やるっつって年間で100万とかありえないでしょ家賃いくらやねんって、ね、<laughs> 渋谷の家賃いくらやねんって話して <laughs>。 マージャン店で久保さんも店舗持ってたと思うんですけどマージャン店のあそこの、ね、広島の立地で店舗費用、えー、いくらかちょっと分かんないですけどまあまあまあ何十万はかかってたと思いますよね店舗ね多分2万円とかでね賃料とかじゃないですよね多分ねだから年間まあ仮に20万円ぐらいだとうわ20万円できんのかなそうね広島のあそこですから。 うんいくらなんだろうまあとりあえず30万人としかしておきましょうかじゃあその賃料だけで年間300万以上ですよねであと人件費ですよねうんそうすると年間でまああのー、1000万とかかかるわけじゃないですか年間のコストとか維持費用維持していくのに要はお金がかかるってことですよね維持していくのに1000万かかるとそれは維持,維持費用であってあの何、ー、の売り上げでもないっていうね <laughs> でもネットの場合ってあのそのブログを、まあ、久保さんみたいに WIX でしたっけ ?WIX だったかなジンドゥだすいませんドゥだドゥで0円でやったら1円もかかんないですよね <laughs> だから、まあ、YouTube も0円でできるし、うん、Facebook も0円だし、まあ、インスタも0円だし Twitter も0円だし あまあほぼゼロ円ですよね始めるのにネットってお金かかんないですよねほとんどんうんだから続けていけば利益に出,出せるんですよ続けていけばねうんだけど続けないから利益出ないってことですよねだから時間だけ消化していくっていうそうで時間とお金ですよねいろんな情報を探していろんな教材測っていろんな塾を買って破産していくっていうね <laughs> 無料で,できるのになんで破産すんのみたいなね <laughs> 無料でできるのに何で破産すんねんっておかしいですよね <laughs> うんだからそのもちろんね機材とかめちゃめちゃ買ったらねそれはまたかかるかもしれないですけど機材買ったとしても毎月のコストではないですから一回買ったらねもう終了ですからまあまあ毎月機材買うんだったら分かんないですよ毎月機材投入していくみたいな <laughs> でもずっと使えるんじゃないですかぶっ壊れない限りうんまあ iPhone で十分ですから でもそう考えると、本当に普通のビジネスに比べると、利益を出しやすい。利益をなぜ出しやすいかっていうと、コストがかかんないからですよね。全部あの、1円でも出れば利益出,出るし。うん、でも、リアルビジネスだと、1円利益出したとしてもですよ。利益にならないですよ。景 <laughs> 気かかってるから。 だから年間1000万かかるんであるならば年間2000万の売り上げを出してようやく1000万の利益ですよね。でさらに言うとそこに税金もかかってきますから細かくというとねでそうすると残るお金いくらやねんって話でうんだからね僕はその、まあ、広告っていう概念もあるんですけども、まあ、広告はかけないです久保さんも広告かけたことないと思いますけど広告かけないんでだからもう本当に利益しか出ないですよね。 うん、そうだからまあね昔は広告かけて、まあ、あのやってましたけど、まあ、今はそんな広告かけなくてもやっていけるうなんだうん範囲でやってますからまあ多分久保さんも従業員が1000人ぐらいいたら今のやり方だったら無理でしょうね、うん、どうですかね久保さん従業員1000人を今 まあ確かに潤沢の資金はあったとしても、従業員1000人,1000人いてね、えー、20万払ってたらいくらですか <laughs> 月間いくらの固定費がかかるんだ ?20 万かける1000人だったらいくらですかね ?2 億ですか ?20 万で1000人だったら2億ですよね。毎月2億どうすか、久保さん <laughs>。年間 20, 20億以上。さすがに今の久保さんのね、利回りでもね、年間20億をね <laughs>、しかもそれは固定費ですからね。固定費。 <laughs> 利益じゃないんで <laughs>。今のやり方だったら無理ですよねうね、ん。だからまあ一人でね、一人のまあ家族分の収入だったりとか、自分が生きていく分の収入に関しては、本当に無料を徹底的にやるだけで、あのなんとかなるっていうね。だからも,うもちろんその会社を大きくするとか、従業員た,たくさん雇ってね、会社を大きくしていくんだったら、このやり方はあ難しいですよ、このやり方じゃ。 うん、このなんかねただやり取りしてこ,こ,こんなこじんまりしてなんかやり取りしてるみたいなね再生数全然ないっていうだけどまあ一人で飯食っていく分ぐらい家族分ぐらいだったら全然こと足りますよねうんまあ僕5年高校かけずにやってますけど全然できますよね <laughs> まあ借金も返せたしうん だ借金返せた理由も、うん、お金使ってないからですよね。こそういう,う固定費だったり、人件費とか、うん。だからまあ、ネットビジネスで成功したいんだったら、無料を突き詰めるってことですね。本当に。そうすれば、絶対利益出るんで、うん。固定費かかんないんだから。うん、からここがね、僕、すごいとこだと思うんですよね。無料でこんだけできるわけですから。うーん。 だって YouTube のライブとかもね、ま久保さんも今ライブ毎日やってると思いますけど、普通、そのライブ配信するのに金かかりますからね、昔は。昔だった、大昔は。うん。そう。だから、ね、あの、ありがたいですよね。うん。だから、そのけ、ぶっちゃけ言うと、携帯電話の通信料が0円みたいなもんじゃないですか。 そのまあ、ちょっと、携帯会社が、携帯の通話料が0円になることはちょっと難しいかもしれないですけど、でも楽天とかね、すごいですよ、今。あの新規でガンガン獲得してると思うんですけど、3ギガまでだったら0円みたいなやってますからね。どうすか、これ0円になってますからね。3ギガまで0円みたいな。<laughs> そう。うん。だから今後は多分、 あのー、通信料もまあ楽天があれやってるんで、そのうちソフトバンクとか大手も、まあ1ギガぐらいだったら0円でいいよみたいにするかもしれないですよね。もしかしたら。まあ楽天がガーって囲い込んできたら。まあだいぶ今囲い込んでちょっとは取ってると思うんですけど、うんそう、まあ今後多分ね、どんどん多分あのそうな,なっていくと思いますよ。うん、そう どんどんフリーになっていくと思いますけどね。いい時代ですね。はい行ってらっしゃい。